はこんばんちは。ちょっと寄ってけカロラ福岡の時間がやってきました。この番組はカロラ福岡のちょっと変わったスタッフを紹介していく番組です。いいねとチャンネル登録お願いします。早速 VTR どうぞ。すごいエンジニアがいるらしい。おはようございます。おはようございます。こちらに、はい、なんかすごいエンジニアがいると伺ったんですけど、はい、ちょっと紹介していただけるんですか。わかりました。ちょっとこちらの方にお願いします、はい、ありがとうございます。どんだけすごいんですか。28店舗ある中でのナンバーワンです。え、めちゃくちゃすごいじゃないですか。はい、めちゃくちゃすごいんです。ちょっと待って。あ、はい、おはようございます。おはようございます。こちらにすごいエンジニアがいると伺って。はい、成清隆弘と申します。社内の技術コンクールっていうのがありまして、それの一番になりました。どのくらいすごいですか。まあ、カローラ福岡で働く整備士の中で、の一番になりました。どのくらいですか。その優勝したっていうからには何かあるんですか。そのなんか盾とか、はい、トロフィーがあります。はい、今あります。はい、あります。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、お、すごいですね。ちょっとあのポーズ撮ってもらっていいですか。ポーズ撮って、はい、撮りましたね。なんか釣りみたいに。これは、国が定めている、整備士の検定で、まあ、今のところ、まあ、この検定の中で一番上の資格となってます。めっちゃすごいじゃないですか。はい、頑張りました。もう国で取れるものはこれの上はないですね。え、めっちゃすごいです。実はさっきのトロフィーよりすごかったりします。そうですね、まあ、かもしれないです。どっちと嬉しかったですか。さっきの技術コンクール賞と。でも技術コンクールのトロフィーの方がやっぱり重みがあって嬉しかったです。そう、やっぱこのワッペンをつけてるのでお客様が見た時にやっぱり恥ずかしくないような対応をしないといけないので、そういう重みがやっぱ違うなと思います。ちょっと寄ってけカロラ福岡。他にもいろいろ聞いてみた。その専門学校の、就活している段階で、まあ、いろんな会社にの企業訪問をしたんですけど、その中で、このトヨタカロラ福岡のポスターがありまして、その当時お客様に感動をっていうポスターがあって、そのポスターにちょっと惹かれてしまって、この会社に入社したいと思いました。確か廊下に貼ってあったと、本社の廊下に。本社の、はい、廊下に、はい、ここにあったとして、はい、多分、なんか説明会の会場があって、そこにこう歩いて行ってパッと見たらここにあって、おってズキッときました。ズキッときたんですね。ズキッときました。なんか稲妻とかじゃなくて、ハートに来た。ハートに来ました。それでどうですか、感動を与えられてますか。はい、与えてたらいいなと思ってます。ちょっと寄ってけカロラ福岡。弁当を作っていただいてるので弁当を食べさせていただいてます。愛妻弁当。愛妻弁当、はい。なんか好きなおかずとかあります。やっぱりそうです、卵焼きが好きです。卵焼き、はい、甘めですか辛めですか。ちょっと辛めです。はい、辛めなんですよ。はい、愛妻弁当。めっちゃ質素ですよ。あ、いいですね。あれ、今日卵焼きがないですね。これは今日なかったです。これは何かメッセージが。あ、でもゆで卵なんで。ゆで卵ない時もある。はい、ない時もあります。それってなんかどういう時なんですか。はい、忙しかったりする時は。まあ、ちょっと喧嘩をした時とかは弁当がなかったりします。夫婦喧嘩するわけないんですね。そうですね、喧嘩した時はないです。そんな朝どうですか。朝、まあ、憂鬱な気持ちで仕事に向かっています。ちょっと寄ってけカロラ福岡。休日は、まあ、釣りに行ったりしています。釣りが好きなんですね。はい、自分で調理されたり。自分で、はい、さばいてます。すごいですね。はい、そう、家族で。あ、そうですね。はい、どうですか、あの評価はどうですか。あ、もう好評で、刺身とかは喜んで食べてます。ちょっと寄ってけカロラ福岡。やっぱりエンジンのオーバーホールが
私は好きです、はい、なんかすごい大変そうに聞こえるんですけど、エンジンのオーバーホールって。そうですね、車両からエンジンを下ろして、でエンジンの分解をして、で計測測定して、でまた組み付けて、その後やっぱりエンジンがかかった時が一番やっぱ気持ちがいいです。オーバーホールスタートかけたらめっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ちいいです。どのくらい気持ちいいですか？どのくらい気持ちいいですか？何かこう例えると、もう何でもいいですけど、まあ、そうですね、魚がかかった時ぐらい気持ちいいです、まあ、多分80ぐらいのマダイが釣れたぐらい気持ちいいですそのじゃあオーバーホールがある日とかはどんな気分ですか？もう朝からテンションが上がってやるぞっていう感じになります。すごい。エンジニアは愛妻弁当をエネルギーに、日々感動を与えるスーパーエンジニアだった。スーパーなエンジニアだったわね。二人はこれを見てどうだった？奥さん、どんどんやってください。それではまた次回のちょっと寄ってけカロラ福岡で会いましょう。チャンネル登録もお願いします。